ないと思います。こんな市長は全国探しても他にはいません。そして皆さん、何よりすごいのが、昨年沖縄アリーナ完成をいたしました。これは誰でもできることではないんです。桑井市長だから達成をできたことであります。沖縄アリーナが完成をし、来年はワールドカップが開催されます。そしてスポーツや音楽などさまざまなイベントも予定をされています。沖縄市には夢がある、希望がある、そしてチャンスと未来